スタイモスはバルブコーポレーションによる Linux をベースとしたオペレーティングシステムでバルブのスティームマシンゲーム端末用の基盤 OS である。スタイモスはスティームマシンのエンドユーザーベータテストの開始と並行する形で2013年12月にリリースされた。スタイモス2.0まではデビアンベースだったが3.0からアーチ Linux ベースに変更された。 スタイモスはゲーム機のようにテレビに直接接続可能な一般的 PC ハードウェアを使う体験を提供することで PC から離れてビデオゲームをプレイすることを目的に設計された OS である。スタイモスは Linux 用に開発されたゲームをネイティブ起動することができ、さらに Steam Store からゲームを購入できる。ユーザーは自分の Windows や MacOS。 Linux コンピュータからスタイモスが起動している、コンピュータへとストリーミング配信することもできる。また家族でゲームを共有したり、逆にデスクトップのスティームへ共有を制限することもできる。バルブはスタイモスがグラフィックス処理のパフォーマンスを大きく進化させるものだと主張している。実際のスタイモスクライアントはクローズドソースであるが、スタイモスは オープンソースでありユーザーはそのソースコードのビルドや改造が可能である。前述のようにスタイモスはマウスやキーボードを使わずにゲームをプレイするよう特化した OS であるためウェブ閲覧やゲーム関係を除く多くの機能、例えばファイルマネージャーや画像ビューアといった機能はデフォルトではインストールされていない。ユーザーはそうしたソフトも使うことはできるが、そのためには GNOME デスクトップ環境にアクセスしたり、自分でソフトをインストールしたりしなければならない。現在のスタイモスは、まだストリーミング再生をサポートしておらず、バルブは、スポティファイやネットフリックスなどと交渉中であるとしているが、ユーザーは独自のムービーメーカーにより作成されたフルサイズの映画を、Steam のストアから入手できる。s t e a m OS は、 NVIDIA と Intel、AMD の GPU をネイティブでサポートしている。Valve はムービーやテレビ、音楽といった機能のサポートを追加し始めているが、ビデオコンテンツは Steam 自身のストアからしか入手できず、しかもそのストアのコンテンツは少ない。さらに音楽再生はローカルの音楽コレクションしかサポートしていない。2015年10月アップデートにより、 ネイティブのビルトインブラウザでネットフィリックスなどの DRM 保護コンテンツを閲覧できるようになった。現在、スタイモスの動作に必要なハードウェア環境は以下である。カスタムインストールをすることも可能であり、その場合は追加の設定手順が必要となる。カスタムインストールでより少ないサイズのハードディスクにインストールできる。レガシーバイオスマザーボードをサポートする ISO イメージも存在する。 インストーラーはバルブのリポジトリから入手できる。バルブの共同設立者であり、業務執行取締役のゲームニューウェルは2013年9月のリニックスコーンにおいて、リナックスとオープンソースはゲームの未来であると信じていることを語り、同社がリナックスとゲームを共用したいゲーム開発者を支援していることに言及し、さらに翌週にはリナックスを リビングルームに広げることについての発表を行うと述べた。同年の9月20日にバルブは2014年スティームユニバースが広がりますという見出しのウェブサイトで声明を公開しスティームをリビングルームで使いたいお客様のために全体像が見えてくるより多くの方法について3つの発表があることをほのめかした。このうち同年9月23日に最初に 発表されたのがスタイモスであり、バルブはお客様に価値を届けるにあたって最適な環境は Steam そのものを基礎として作られた OS であるという結論になりましたというメッセージと共にこれを公開した。スタイモスはユーザーがそのソフトウェアの任意の部分を変更したり交換することが可能でさらに無料であることも合わせて発表され OS の開放性に大きく焦点が当てられた。 発表となった。2013年10月、バルブはゲーム開発者がスタイモスとスティームマシンを試してフィードバックを提供する場として、スティームデイブ・デイズと呼ばれる2日間の開発者向けカンファレンスを2014年1月に開催することを発表した。同月、NVIDIA もファスックスやアプテックス、ビジュールフックスなどの NVIDIA 固有の API や その実装を含んだ NVIDIA Gameworks と呼ばれる開発スイートによる援助でスタイモスをサポートするようバルブと協力することを明言した。2013年11月、顧客がどこでもゲームを売れるようにするというバルブの哲学に反しないようにバルブは自らスタイモス専用のゲームを開発することはせず、さらにバルブ以外の開発者にもスタイモス専用のゲームを 開発させないことを明言した。同年12月、バルブはスタイモスの初リリースとなるベータ版を12月13日に公開することを発表した。バルブはこのベータ版のリリース時に Linux の使用に自信がないユーザーは2014年までスタイモスを使うのを待つことを勧めた。二千十五年十月中旬、Steam マシンブランドの Steam コントローラー、Steam リンク、 およびエイリアンウェアの予約注文が可能となった。スティームハードウェアの小売購入の公式リリース日は2015年11月10日に決定した。しかし、スティームマシンは販売不振が続き、2018年4月には事実上の終焉を迎えたと報じられている。一方で、スタイモス自体はその後も開発が続けられており、 2021年7月にはスタイモス3.0を搭載するモバイルゲーム機スティームデックが発表されている。以下にスタイモスに登場すると宣伝されていたが中止されたゲームや2017年現在未だリリースされていないゲームを列挙する。なお、これらにはトリプル a タイトルも含まれている2013年12月、フェラーニックスはスタイモスと Windows 8.1で3つの NVIDIA、グラフィックスカードを比較した。全般的に NVIDIA プロプライエタリの Linux、グラフィックスドライバは、Windows ドライバに匹敵するパフォーマンスを提供できる。これは、プラットフォーム間のコードベースがほとんど共通なためで、ある。2014年、ゲームスポットは、同じハードウェアと設定でスタイモスのパフォーマンスを、Windows で動作するゲームと比較した。 AMD グラフィックスカードでは、ドタに及びレフト4デッドに、メトロラストライトはすべてスタイモスで Windows より少ないフレーム毎秒で動作することが判明した。レフト4デッド2ではさらにデバイスドライバ問題に起因する映像の各月にも悩まされた。NVIDIA グラフィックスカードでは、メトロラストライトが Windows よりわずかに高いフレーム毎秒で動作し、ドタには、 同じレートで動作した。これらの結果は、スタイモスの NVIDIA グラフィックスカードは実際に優れた性能を発揮するが、実験が示しているようにより低いフレームレートで動作する理由は不明であることを示している。なお、両方のカードで、レフト4デッド2とドタ2は2つとも Windows に比べロード時間が長かった。2015年11月、アルステヒニカは、 スタイモス2.0と Windows10 の比較を行った。ベンチマークの結果、スタイモスのスコアはのきなみ、Windows10 のスコアよりも低いものだった。デベロッパーがトリプル a タイトルのゲームを Linux にポーディングする際に慣れていないオパングルと Linux の環境では、ハードウェア性能を引き出すことができていなかった可能性があることが指摘されているが、 スタイモスを推進するバルブ自身が開発したポータル、チームフォートレスにドタニといったゲームでさえも Windows 10より著しくスコアが低いという結果になった。ゲーム開発者側では最初の発表後に多くのビデオゲーム開発者たちはスタイモスと自分たちの考えを共有している。マインクラフトの制作者であるマルクス・ペルソンはスタイモスを驚くべき。 ニュースとして表紙、トーマス・ワズ・アローンの開発者であるマイク・ビスルは、同人ゲームにとってスタイモスは、励みとなると考えている。ダイス、バトルフィールドシリーズの制作者や、トータル・ォーシリーズの開発者などがリナックスとスタイモスにおけるゲームのサポートをするかもしれないと述べている。OS 側では、ギバックスソフトウェアの代表である、ランディ・ピッチフォードは、 皆をこの麻薬へ向かうことを余儀なくさせる、マストバイ製品がないと、業界が興味ありげに見たとしても影響が及ぶことは、まずないだろうと発言し、開発者を引きつけるためには、OS 固有のアプリケーションが必要だと思うと、コメントしている。フリーソフトウェア財団の代表である、リチャード・ストールマンはフリーではないゲームや DRM の、使用を容認していないが、用心深くスタイモスを支持している。 スタイモス、ベータリリースは様々なレビューを受けた。テクレイターのレビューでヘンリー・ウィンチェスターはインターフェースの操作が容易なことと将来性を称賛したが、スティームと比べインストールしがたく機能不足であることを批判した。ユーロゲイマーのトーマス・モーガンはインストールでは問題なかったが、モニタ解像度やオーディオ出力検出のため利用可能なオプションと、 スタイモスでネイティブに利用可能なゲームが共に不足していることを否定的にコメントしている。しかし彼はユーザーインターフェースには肯定的に反応し、スタイモスを肯定的なスタートとみなした。それ以来、アルステヒニカといった販売店がプラットフォームの成長、長所、短所といった情報を提供することでスタイモスをデビューからずっと再興している。 スティームマシンハードウェアを提供する計画があった、コンピュータマニファクチュアである、ファルコンノースウェストとオリジン PC は両者とも、スタイモスには Windows 以上の制約があるためスタイモスを起動できるマシンを2015年に出さないことに決定した。ファルコンノースウェストは、将来スタイモスのパフォーマンスが改善すれば、スタイモスを搭載したマシンを出すことを考えると述べた。ありがとうございます。